おはようございます。エンです。8月19日朝会よろしくお願いします、えー。お盆休みも終わってしまいました。えー、まだね暑いですけど、今週も頑張っていきましょう。で、まず金曜日の、えー、相場なんですが、7月の米住宅着工132万9千から123万8千件ということで、予想134万 だったんで、これはマイナスということで、えー、弱かったですよね、えー。7月の住宅建設許可件数も145万4千から139万6千ということで、これちらも予想の143万を下回ってマイナス4%ということで、なかなかちょっと、あのー、アメリカの住宅市場っていうのも、あのー、回復がしてこないなというところですよね。まあ、ここら辺 こういうよういよななな数字になってるわけなんですが、うーんどうでしょうね価格が高いであるとかえっ、ー、とん住宅ローンがまあ7.5%まで上がった住宅30年の住宅ローンの金利が6.5ぐらいまで下がってきてるんですけど、まあ、それでも高いなという、まあ、ここら辺で住宅の回復がちょっといまいちなのかなというところもありますよね。 えー、あとはミシガン大学消費者信頼関数66.4から67.8ということで予想66.7ですね。で、ミシガンに関してはこちらになりますね。えー、はい、えー、コンシューマーセンチメント66.4から67.8、えー。カレント、えー、コンディションが62.7から60.9。 エクスペクテーションが68.8から72.1ということで、ちょっとエクスペクテーションが、えー、と上昇したのは、えー、よろしいかなというところですかね。あとは、えー、っと1年先のインフレ、えー、見通しが2.9変わらず、予想2.8でしたね。5年先が3%変わらず、これも予想2.9というところでした。 えー、あとは、えー、アトランタレンギンの GDPNOW ですよね。これが発表されてちょっと2.4から、えー、2%にー低下というところですね。まあこれアトランタレンギンの GDPNOW っていうのは、えー、それぞれこう現時点で発表された、えー、指標をもとに。 出してきてるんで、まあ、今後、あのー、出てくれとここも変わってくるということで、まあ、一応投資家が注目する指標ではありますね。で、えー、グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融引き締め、えー、政策を必要以上に、えー、維持しないように慎重に対応する必要があるということで、まあ、こちらも利下げをこう促すような発言になってますね。えー、今週は、えー、23日ですかね。えー パウエル FRB 議長がジャクソン・ホールのシンポジウムで、えー、話をします。やっぱりマーケットが当然注目するのは、えー、利下げを、こう、利下げするよと言わないかもしれないですけど、まあ、もうほぼほぼもう0.25は確定だな、まあ、0.5はないかな、でも利下げは確定かなっていうマーケットはそこに落ち着いてきてますので。 それを裏打ちするような発言が出るかどうかというところかと思います。アメリカの2年債利回り4.1から4.053、10年債3.926から3.882、30年債4.18から4.138ということで、ちょっと低下しましたよね。えー、こちらはあこんな感じで、まあ,あんまり好期だったんですけど、木曜日に。 あの経済指標良くて、氷とか良くて、ポーンと跳ねて、株も上がってだったんですが、まあ、そこからちょっと低下してる感じで、やっぱり10年債を見ると4、4%が今もう、あのー、4%、利下げ間近に迫ってきてて4、4%は超えられないんだろうなというところですよね。まあ、2年債もそのように、えっと、2年ン4%いきつ戻りつなんですが。 まあこれ、あと2年間で、じゃあ4%ぐらいの平均っていうことは、今5.25ぐらいの金利なんで、これがやっぱり2年かけてえ、3. 点いくつまで下がっていく、平均値で4ぐらいになるのかなっていうところなのかどうか。まあ、ここら辺は今後の、えっと、Fed の利下げの、その、速度によって、 さらに下がってくるとは思うんですけどどこまででフェドが利下げをしてくるかですよね、うん、そもそも今年0.5なのか0.75なのか1.25なのかっていうのも、まあ、1.25はさすがに0.50.50.25っていう極端な下げはあの株価の急落の時が一旦落ち着いたことによってそれはないと思うんですが、まあ、0.5なのか0.75かというところあたりですよね。 そこが今後のちょっと占うポイントになってくるのかなと、マーケットのに影響を与えるポイントになってくるのかなというふうには思います。で、株価は金曜日も堅調でしたということで、DAO が0.24、SP が0.2、n a s が0.21、即数は0.06%下落、ッ i x が14.8%。これかなり低下しましたよね。だいぶ落ち着いてきたというところで、まあ、DAO は 引き続き4万うんうん700ドル近くまで上昇してきたということで、これ、急落前と比べると、やっぱりかなり戻してますよね、米国株はね。SP もほぼほぼ、えっと、8月、あのー、その前のところは別ですけど、やっぱり雇用統計の下落っていうのはもう完全に、あのー、カバーしたっていう感じですよね。 で、ナスダックも似たようなところまで上昇。ビックスーも一時50%台まで急騰したんですが、まあ、14%ーん、ほぼほぼもう下がったかなと12、3から、まあ、14%、ほぼほぼいいところまで落ちたかなという感じですよね。はいえー、フィラデルフィア半導体数もこんな感じで。 8月2日の急落を埋めたというところになってます。うーん、そうですね。えっと、じゃあ、ちょっとどんなものが上がったかなというふうに見てみますと、こんな感じで、Apple、NVIDIA とか Google とか、メタと、マイクロソフトちょっと落ちましたけどね。あとは、あそうですね。う あそんなうん、アプライドマテリアルが下落しましたね。これは第3、第4四半期の売上高見通しが市場予想を下回ったということらしいですね。うん、はい、えー。そこら辺ですかね。ウォルマートとかね、ここら辺が、あの、 まあ、ウォルマート0.7%上昇、木曜日はあのうい売上高が良かったことで上昇してるんですが、いろいろ言われてますよね、ウォルマート、今までこうウ,ォルウォルマートにこう来なかった、えー、人たちが、あのー、割と、あのー、お金を持ってる人たちなんかが、ちょっとなかなか厳しくなって、ウォルマートなんかであの物価高をがなんで、ウォルマートでも、こう お買い物をするようになったんで、それで売り上げが増えたっていう説とあとウォルマートなんかがえと非常にその広告で儲けてるっていう今ちょっと広告モデルっていうのが注目されてるようですよねうんだからそのまあそれが新しいこうビジネスモデルなんでえっとまあいろいろなところに広告をつけてくっていうようなそういうビジネスモデルなんで実は ウォルマートなんかが儲かってるというところみたいです。まあそれに関してはまた今度ゆっくりお話ししたいかと思います。まあそういう形で、えー、金曜日も株価が上昇したというところですね。で、えー、日経新聞、えー、16日にハリスさんがあの経済政策を発表しました。やっぱりあのミドルクラスをサポートするということで物価の上昇に対応する政策とか かつ支援とというところですよね住宅を300万戸新築を作るとか、えー、価格便乗,利上げあの便乗値上げに対する禁止法を作るとか、まあ、ここら辺はちょっと,、えー、となんていうのかな社会主義せ政策的だ共産主義だとか言って,てトランプさんは、えー、と批判してますよねまあここら辺をどういうふうにうまくやるかとか医療の負担を減らすとか税制でケアするとか。 というところですよねあと面白かったのはトランプさんが打ち出してたチップあのー、チップの非課税っていうのを、えー、ハリスさんも便乗したというところでこれ今日も,もうさてで、えー、と吉崎さんが言ってたんですけど今までチップってあのー、現金で渡してたんで一応チップってあのー、課税対象だったみたいなんですよ。でも あのー、現金で渡してたらそれ把握できないですよねですから実質、あのー、課税がこうパスされてたんですけど最近って、えー、QR コードとか決済が、あのー、電子マネーとかなんでチップもそういうのでやっちゃうと把握されちゃいますよねですからそういう人たちがチップで減収になっちゃってるんでそれに対応する政策 らしいんですよ、ね、まあそういうことを吉崎さんおっしゃってたんでああ面白いなってそこら辺は、えー、いうふうに思いました。あとブルームバーグ今日の朝の5本なんですが「えー、ゴールドマン・サックスのエコノミストは米国が今後1年間に、えー、リセッションに陥る確率を25%から20%に引き下げました」というところですよね。 あと、利下げの合図はということで、23日のパウルさんの発言、どういうふうになるかということで。あと、ハリスさんがリード。一応、ワシントンポストと ABC ニュースのイプソスの世論調査では、トランプ大統領とハリスさんで49対45%でハリスさんリードしてるということが出ています。あと、中国が株式の データを出さなくなったと、公表を停止するんだということで、外,外国人投資家が売り越しに回ってるっていうところみたいですよね。あとはイスラエルとハマスの停戦協議が膠着状態にまたなるのかどうかということみたいですよね。はい、ということで、ドル円なんですが、えー、一旦149円前半まで上昇したドル円なんですが、 週末にかけて147円60銭ぐらいまで下落しました。で今週の週間、えー、とピポットが147円の70ぐらいですね。ちょうどそこを上抜けしてきてるんで、やっぱりこの、えー、147円の60、70あたりがドル円はサポートできるかどうか、えー、とポイントになるかと思います。ここをサポートできないようだと えもう一段、今日,今日で言えば147円付近がデイリーピポットのサポートの位置。デイリーピポットが148円の1号なんで、ま,あ、まずは147円6070から148円の1号20ぐらい。ここを1号20抜けると148円の7号80付近ということで、週間ピポットのレジスタンスが149円の3丸で、サポートが145円の99というか146円なんで、 まずはこの146、149のレンジ、週間ではこのレンジなのかなと、今日に関してはこの狭いレンジというような感じで見ています。あと、日経平均ですよね、えっと、日経平均1万、一時3万8200円ぐらい、先物なんですが、までいって、その後3万7300円ぐらいまで落ちてるんですが、 えー、スタート、今3万7750円ぐらいのところなんですが、3万8000円台前半を抜けていけるかどうか、まあ、ここを抜けられないと3万8000円台一旦ピークになって、うん、3万7000円から3万8000円前半のレンジになるのかどうかというような感じになるかと思います。はい えー、ということで、えーとまあ、ここら辺の、あのー、週刊ピポットとデイリーピポットのマルチタイムのこれ、ピポットなんですが、JFX さんのおー講座でトレ,ビトレビューで使えますので、もしこの、あのー、マルチタイムのピポットと、あとこ,こちらは、えー、RSI と移動平均の組み合わせなんですが、このインジケーター使ってみたいという方がいらっしゃれば、 概要欄に貼ってあります JFX さんの口座解説をお願いしたいかと思います。もし口座解説していただければ、えー、プレゼントさせ,てさせていただきます。あとより深いあのー、相場分析なんかはサロンの方でやっていますので、そちらも概要欄の方から、えー、見てみてください。 はい。ということで、えー、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お盆休み終わっちゃいましたね。いつも休みが終わると寂しいですよね。っていうかもう、もうすぐ夏が終わっちゃうという感じで寂しいんですが、えー、皆さん、えー、お仕事頑張っていってらっしゃい。